これまでの例を聞くように、堺市が廃止され、大阪府に吸収され、解体されることに、私たちは反対しています。二重行政が大阪の経済をもたらしたと、維新の会は主張していますが、竹山市長も言うように、堺市には二重行政はほとんどありません。何より政令指定都市の大きな権限と財源を生かして、市民の利益につなげていくことも可能です。逆に3つに分割されてしまえば、公益性のある元町の街づくりが難しくなります。また、調和を取れた公益行政を担う政令指定都市の特徴が発揮できず、堺市の将来を描くことができなくなるからです。大阪にじっとしてられんの、もう堺のことで一言にも思ってられんの。いや、その通りです。今前に入りました。平松横田の本部です。堺市にお邪魔しておりますけれども、竹林さんとは、市長さんが終わってから落ち着いたいろんなツイッターとか、それからイベントとかいろいろ一緒にしていただいて、この熱い思いと本当に子どもたちを思う気持ち、特に清い基本条例に対してめちゃくちゃ怒ってあって、私自身も同じ気持ちで、今日のこの堺大好きな皆さんのお集まりのこの会も、自分のツイッターとかフェイスブックとかでいろいろ宣伝をさせていただきました。それを見て来ていただいた方も何人かあるようでございます。本当にありがとうございます。もう2週間、3週間になりましたが、そうですね、15日、告示ですね、29日が党開票ということでございます。非常に厳しい戦いになるだろうと言われています。中身はね、いや大丈夫だよ、堺は大阪市ほど危ないとは思わないというふうに怒られるんですけど、大丈夫だと思ってらっしゃる、ここにいらっしゃる方も大変、そうかもしれないけど、いろんな情報を集めています。いろんな情報を集めていると、やはりかなり厳しい、なぜなら前回、ついこの間の参議院選挙で大阪でトップを取り張ったのが維新の会の東さんだったんです。これは何でかというと、直前まで、東さんはトップになれんやろうと言われてたのを、最後の1週間、大阪市長とか知事、あるいは区議会議員、市議会議員がうわっと入って一気にそれがひっくり返ったということを考えていただいても、油断どころか今も追いかけるという立場に坂井大好きな人たちがあるということをぜひ認識してください。はい、実はそういうような調査の実は劣勢かというような見方もあるんやそうです。非常にショックですけれども、まだ、ここに集まっている人たちがそれこそ5人10人に広げていたの、その人たちにまた5人10人に広げてやるという形が一番強い。自分はテレビ出身でございますけれども、放送局出身でございますけれども、マスコミの言うことを当てにせずに、自分たちが思っている大切な町をどうやって守るんやということと同時に、さっき竹林さんも言ったように弱い人をしっかり支えてこその地方公共団体というふうに思いますし、それから住吉市民病院に残念なことになりましたが、私は絶対にあそこで小児周産期のための病院を堂々と少女赤字が出ても、これは日本の次の世代の命を守るために公共がしっかりと支えてこそ公立病院やないかということでやりたかったんですが、残念なことになりました。すみませんでした。本当に